行くので化粧していきます。レッツゴー。早めに行きます。今回で2回目です、ね、今回で2回目のまだまだバブちゃんなんですけど、そうなんです。でも今回はなんとグッズがない。ほんまにない。多分ほんまにグッズないよ。忙しいね、うちの子ら。ライブのグッズ考えるのに必死すぎて。あー、でもそれはありえる。ラポネ、ね、ラポネのことならありえる。もう僕手に負えないよっつって。何ピンクにしてルックン推しでいく気？ルックンオタクかのように。ルックンオタクレベルにピンクやけど今日。小生はだって黄色、黄色は無理。あとブルーやろ。リサちゃんの苦手カラーが。苦手カラー混ぜて緑にして、ヨナさんにしても苦手やもんな。いやいやし、どうしていいか分からない。逆に何色が良かった？ピンク、白、黒。うん、どうしよう。キラキラしちゃうじゃん、鎖骨が。で、パーティー行くんですか？こっちも、やっぱ左右対称に塗っとくわ。どうしようって。あ、いいやいいや。あ、いいやいいや。なんか、お粉はたいといて。うん。ぽいぽい。行け行け。ちゃうねん。ふなはあれの話をしたい。サマーケン。あれ最近の JO のコンテンツの中でフナがめっちゃ盛り上がったかもしれない。いっちゃん好き。フナとリサちゃんもあの部屋割りの時にさ、うちらでどこ行くみたいな、まだメンバー分からん時にやで言って、でうちらは恋愛やった。だからあそこにプラスに言いされるから、あの部屋きつきつ。え、恋愛かアクションやった。アクション誰やったっけ？ジュンと敬語。あおー。でフナは敬語絶対アクション行くと思ったからアクションにしようと思った。予想すんなよ。アクションも純喜と一緒。敬語絶対行くみたいな思ったけど、うん、でもアクション映画を見てその一緒に盛り上がられへんと思って、うん、あんま分からんからさ、そういうアクションなんリアルにお金払って見るってなったらさ、なんやろ、恋愛やろ。字幕で、たくみとまめちゃんが一緒になった時になんか恋愛映画好き同士みたいな、うん、好きなの男二人みたいな、そんなも好きと思って入っていくなよマジで。なんかまあめっちゃ邪魔。マジで邪魔。ルックンは絶対恋愛行くと思って。あ、リサ思った。分かってんねん。予想通りです。予想通り。レン君がホラーに行くのも知ってた。うん、分かってる。で、あれはほんまにホラーを見たいとかじゃなくて、もう一人でを狙ってた。一人でなり、レン君一人でなりたいタイプなの、ちょっと合わねえな。え、ほんまだって、申し訳ないけど、ほんまにあの場におったら。おったと仮定しよう。え、レン君とリサ一緒の部屋がいいから、ホラーに行くの。って言ったら、マジで来んだよ、みたいな言われる。しかもみんなが空気読んでさ、レン君ホラーに行かんたのに、リサ行ってくるとか。リサホラーにする。みんなドン引き。なんで泣いてヨナさんの部屋行く。もうやめなさい。もうやめ。ちょっとホラー見たかったし。レン君はちゃんとホラー映画にも気象転換してるタイプやから。マジで物語をちゃんと見たいタイプやな、あの人は。こっちは何も分かれず、ギャー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 天才。でも、見たカードケーブルスクランブルエッグのテリーは出る。意外よね、けど。マジキャップじゃない。なんか、ケーブル押しててよかったって、あのタイミングを。あの、寝起きの。かわいい。あれはでも敬語オタクじゃなくてもワイだよな。敬語かわいいってなった。あれは置くと思う、絶対どうかなと思う。みさんは敬語オタクに転身。でもね、あれこれずっと言いたかったんやけど、小生ってあつ森のペーターにそっくり。似てるやん。似てる、かわいい。眼鏡かけたらもっと似てんねん。しかもさ、どうもり系ってさ、え、そう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 いう時やん。え、これやで。でもあれを総じて誰がいいかなって考えたら、やっぱり嫌な人はよ。ガチで結婚してほしい。ガチやね、ほんまこれガチ。じゃあでも、ヨナシロショーを出しすぎてるうちらほんまにやめようって。でもあのヨナシロショーの寝起きのあのさ、猫ちゃん感見た？可愛かった。あんなん出されたら無理。ケイゴ起きてないし。行きたいよな、あそこ。あれ良さそう。でも行くんやったら、みんなで行きたい。そっか、男交えて。うちらついてきてくれる男だろ。そうヨナシロショーがいいと思っとったん、ずっと。うん、何譲ってくれる？譲りはしよう。全然譲りはしへんけど。まあ、作ってたコーラも偉いで。なんかヨナシはこう立ってね。お父さんみたいな。オスカのように。うん、あれは好き。でも、小生は横でしれっとお皿洗いはしてて。マジでしない？すごいいい子やな。どうしかも全然カメラにもだから抜かれてないからみんなあんま分かってないやん。うんうん、知らんかった。気づいてる方は気づいてないよ。小生何してんやろ今。皿洗ってんのよ、あの子しれっと。なんか鍵でちょっと頑張るタイプ？小生が結構いいかも。結構いいかもやって、どんだけ上からやねん、たまには。でも小生全部さ、しれっと起きてきてるしさ、しれっとその皿洗いしてるし、しれっとご飯食べてるよな。
抜いたってよ、もっと可愛いから。もうちょっと喋るなりなね、僕を今お皿洗いしてるよぐらい言ってもええんやで。なんかヤマさんと誰かがなんか、うん、敬語美味しいよみたいな、敬語美味しいみたいな、でなんかその後になんか敬語がみたいな、いいよ、ちょっと照れながら、うん、みたいな、またかき上げながら、かき上げながら、男の子って感じするよな。大人の男の人やったらありがとうって言うのさ、ヤマさんがやったら本当塩加減とか大丈夫さ、嬉しいなぐらいやねんけど、ちょっと照れた、かわいいみたいな。あれはマジ敬語、普段は敬語が翔くん、翔くん、さっき翔くんって言うじゃん。リザは翔くん、翔か翔か翔か水門ですね、翔か小生かな。じゃあなんかでもったんやけどさ、小生とさ、ケイゴさ、キャラに似つかず肉とかよう焼いとって、焼いとって、でも焼いてね、ええやんやんと思っとった、うん、でさ、みんながさ、部屋決める前に事務室みたいなところでわたわたしてる時にさ、ケイゴか小生どっちかが右画面からお皿持っとってさ、多分まだ食べたかったんやろ。かわいい、食べ盛りやのにさ、焼きに行ったろか。でもあれ白タンク敬語なっとったで、どっかで。でも白タンクの人あんまり好きじゃないけど、敬語で大丈夫になった。だから推しやから何でもいいよ。そうそうそう。でもヨナさんが来てても別にいい。あーまだそこに渡して。ね、そこまで達成が嬉しい。マッチョがあかんってわけじゃなくって、マッチョよりは細いが好き。どちらかというと好きなのはタイプかな。うん、だからレン君みたいな、でもほんと細い折れちゃうよぐらいの子が。体型で言ったらレンカとかキバちゃんのいいやん。そう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 、あ、キバちゃんいいよな、うん、キバちゃんいいよな。なんか自分より年下の男の子の上半身裸とか、うん、ちょっと見たらなんか悪いことしてる気分にならん、うん、なんか見たくないのってなるじゃん。そう、なんかえ、なんかごめん、うん、なんか犯罪とか思ってまた、ね、二十歳超えてるから別に、ね、小生とかもその辺も全然犯罪じゃないんだけど、小生を見られへんの。なんか小生決まった鶴も、もう無理やし、なんかかっこいいの前にハァみたいな。いこの前のさ、なんかのビハインドの時にチェルちゃんがなんか借り締めてみたいな、やってたよか、なんかその恥ずかしくて、なんかおもちゃがごめんなと思って、親戚のおもちゃ気分やからさ、なんかかわいい、あれすごい複雑な感じ、ちょっとかわいいアイドルになっちゃってさ、あんなことまでするようになっちゃって、あんな尖りまくってたチェルちゃん。じゃあ髪の毛しまーす。はーい、カフェー、カフェー。それでは今からカフェってくるからね。その動画は今週のどっか今週のどっかに当たるよ。みんな楽しみにしててね。頑張るね。それでは最後一本締め、せーの、いってくるよ。What?